スの富ちゃんはこちらです、はい、100% 4歳か5歳 100% 7枠そして国枝厩舎ルメール騎手車大レースホースです。詳しく教えてください。はい、まず 100% 4歳か5歳ですが、ジューンステークスの過去10年で連帯した20頭は全て4歳と5歳なんです。6歳以上は3着が4回のみなので、馬券の中心は4歳馬と5歳馬がです。はい、苦しそうな6歳以上の馬がエドノフェリーチェ、アイブランコ、ヒシゲッコー、ダノングロワール、大成シリウス、ジロー、マイネルミトソの7頭ということですね。はい、そうです。はい、続いて 100% 7枠ですが、ここ5年のジュンステークスでは7枠が必ず連帯していまして、はい、3勝2着2回となっています。7枠に入って4歳馬と5歳馬はかなり頼りになる存在かもしれません。サクセスシュートとワイドエンペラーということか、硬、はい、いのかな。さあ、そして最後の国枝厩舎ルメール騎手、そして謝罪レースホースですが、過去5年の東京芝 2400m の成績を見てみますと、厩舎は国枝厩舎、騎手はルメール騎手、馬主さんは謝罪レースホースが勝ち数1位なんですね、うん、はい、しかもどれもが単勝回収率は 100% 超え。なるほど、はい、こちら副賞回収率も 100% 前後と美味しいので、はい、この3つのキーワードは覚えておいてください。はい、国枝厩舎がダノングロワール、ルメール騎手がワイドエンペラー、謝罪レースホースはキングズパレスということで、はい、これはどれもありそうですね。ダノングロワールなんかちょっと面白いかもしれないですよね。はい、楽しみです、はい、信じるか信じないかはあなた次第です、うん、細かいことは気にせずヒントにしてみてください、はい、それでは私は先に出ます。先に出ますか。はい、はい、ここキングズパレスも強いから硬いのかな、うん、なんとなくね、はい、ダノングロワールな、はい、